どうもこんにちは、茨城県土浦市若手会社員の上谷です。茨城県土浦市会社員のホタテです。茨城県土浦市では毎年10月に全国的有名な花火大会があります。僕も毎年欠かさず行ってるんですが、やっぱり土浦の花火が一番です。その帰りに、駅から徒歩10分ぐらいにあるホタテ食堂ってとこ寄っちゃってください。みんな土浦来ちゃってね。